今日は真っ白になりました。真っ白でです。で、今日、何にも気づきがない。だから、いや、逆に珍しいわ。前は気づきってなかったんですよ。あ、これ気づいたって。すっごいたまにぐらいしかなかったんですけど、最近ずーっと毎日のように気づいてたの。でも今日は気づきない。こういう時も来た。で、気づいて、参考になるような感じのもの。っていうのがないって感じかな。一個だけ今気づいたんです。でも参考にならないと思う、あんまり。あ、でも参考になるようなことを、今喋ったら思い出すかもしれない。紡ぎ出せるかもしれない。ちょっと挑戦してみますね。今ね、俺、ハクションしてたんですよ。くしゃみ、か。ハクションってなったじゃん。なるんですよ。なんか、毛とか、自分ヒゲとか抜いちゃうんですけど、毛とか抜いたりとか、で、刺激があると、ってなるじゃないですか。なるんですよ。で、あと太陽とか見、なんだ、眩しい感じ、今太陽出てないけど、眩しい感じを見ると、ハクションが出る感じになるんですよ。で、今、毛抜きをね、ちょっとやってたんですよ。で、んって、むわってきて、あ、ハクション出るかなと思って、あ、まあ出ないと思って、光をこういう風に見たんです。それでハクション出るってなって、ね。あ、結論言うの忘れちゃった。まあいいや、で、ハクションって出たんですけど、その隙間に、ハクションを止めようとしてる俺がいるの。これね、毎回。これって何を示唆してるのか。というと、カリギュラ効果なんですよ。なんか、何々やるなって言われると、やりたくなるじゃないですか。ハクションするぞってなった時に、したくないっていう自分が出てくるの。でもハクションしたけど、これで一回何回も止まっちゃったことあるの。これカリギュラ効果なのかな。いや、これカリギュラ効果かな、わかんねえ。カリギュラ効果っていうのは、何々するなって言ったことに対して、何々するなって言われるからやりたくなるって気持ちなんだけど、で、ハクションするな。するなじゃないな。いや、逆だ、それ。ハクションをし、もう気持ちよくなれるって言った瞬間に止めちゃうみたいな。自分が現れてんの。この心理。カリギュラ効果でも何でもなかった。そういうのないですか？やっぱり参考になること思いつきませんでした。なんか、あれなのかな？いや、ちょっと待って、アホだな、これ。行きたくなるときに止められると、止めると嫌じゃん。あ、でも止めてるな。何の話してるのかマジで分かんなくなってきた。でもなんか、ハクションって言っても気持ちよくなるじゃないですか。何してても気持ちよくなるって瞬間、とかあるじゃないですか。その時に止めるっていう性質があるんだって。何にも参考になることが思い浮かばないけど、その機能があるんだって面白いと思ったんですよね。ごめんなさい。何もないですけど、何か参考になるようなものがあれば、コメント欄に書いてください。終わりますね。さよなら。